息子さんにここでインタビューしても大丈夫ですか。はい、息子さんに大丈夫ですよ。私ちょっとお母さんに起きてもらっていいですか。えいやいやそうだよね。すごい嫌ないですね。いやなんかこう自分のお父さんが2人家に男の父親が来たわけですから、はい、その時はどんな心境だったんですか。いやその時僕全然父親っていうイメージではなかったんですよ。小さい頃からもう父親がいなかったんで、もううちの中でその親って言ったらもうこの人だけだから、父親っていうよりはもう同居人っていう感じでしたね。あ、なんか家に人がいるっていうあれいつの間にかいなくなっちゃったそう、離婚、さんまさんと離婚した時も次の日学校に行ったら日課がランドセル、お母さん先生が離婚したって言うんだけどどういう意味あらいなくなったみたいなひどくない。で、その次野田さん黒目ですよ。次が困れたんですか。僕野田さんとその同居っていうかしてたっていうの全然知らなかったんですよ。嘘、本当ですよ、本当ですよっていうのも変だけどいたじゃん。いたけどもなんか普通によく家に来る人だなってなんでこの人こんなよく家に来るんだろうっていうでまたいつの間にかいなくなったっていう。でもお父さんはね、お父さんはねって言ってたよね野田さんが自分でお父さんがやってあげるよとか言ってやってました。それはお父さんお母さん子供2人っていう、こう形を一応守ってらっしゃったんですか。そうでもないとでもいやいや人生を引き受けてるわけじゃないですよね。全然全然で、はい、楽しそうだ。めっちゃ楽しいですお一人いただいてもいいあんまり使えないいやいやいや面白かったですよ。